期契約シャープ2、2月4日デイリー、同級8です。指定契約も一緒に取れます。天人家のスキルは特化3ですが、発動タイミングをランク7と同じにしています。ついに始まりましたね、期契約。いきなり難易度高めのステージです。あと、編集は速度を優先しています。いきなりのメタ発言。とりあえず、動画の全部を会話で埋めるのはやめます。はい。ここはどんなステージ？敵やギミックがこちらを凍らせてくる。難易度高めのステージです。これはどんな仕掛け？この装置は、6章に出てくるやつですが、一応説明しておくと、一定時間ごとに攻撃してきて、それに当たると攻撃速度が遅くなります。攻撃範囲はこの2マスですね。遅くなるだけ？遅くなってる時に、追加で食らうと、凍結になって動けなくなります。でも、装置の攻撃間隔は一定だから、大丈夫なのでは？装置1つだけなら大丈夫ですね。装置2つから食らうこのマスは、一発で凍結します。なるほど。あと、同じ効果の攻撃をしてくる術師もいるので、それには注意です。配置順とかは？左下は、グムの後に白雪を置きます。逆だと、グムが早く凍ってしまいます。中央は遠距離を越させないので、適当でも大丈夫です。ここで、クーリエのスキルが発動したら、クオーラに交代して、天人化も下げておきます。左下、白雪のスキルはタイミング注意です。適当に使うと、敵が抜けていきます。今、敵が3体溜まってて、次の4体目が抜けそうです。その4体目が来る直前に、スキルを使います。なんで最速だと抜けるの？ここは、物理が効く敵と、術が効く敵が混じってて、その両方を、白雪のスキルでカバーしますが、物理か術かが噛み合わないと、有効に倒せないんです。左にクラッシャーが出てきた。それを目印に、右上の術師をメランサで倒します。倒したら即下げます。クラッシャーが強化されてるんでしょ。1回目の勝負どころです。クラッシャーが、ギターノの攻撃範囲に入ったら、ギターノのスキル、宴、クーリーの順に配置、スツーロと箇所のスキルを使います。短期決戦。決戦が気になるけど、白雪のスキルをもうすぐ使います。白雪はまた同じ感じ？です。4体目が来る直前に使います。宴とクーリエは一旦下げます。で、右上にまた術師が来るので、忘れずに、次はマトイマルで止めます。でっかい刀が赤色になったね。あいつの攻撃力はやばいので、クオーラのスキルを使います。もうクラッシャー2体目が出てるよ。どうしましょうかね。え？いや冗談ですけど、ここから安定性は低めです。そうなんだ。まず右上は、マトイマルのスキルで術師を倒します。次、左下のグムが倒されるので、その前にメランサを置きます。マトイマルを下げたら、天人化を置いて、スールドのスキル、クラッシャーを足止めして、時間を稼ぎます。白雪のスキルで、左下を倒したら、中央の加勢もします。加勢？白雪に中央も攻撃してもらいます。それで右向きだったのね。白雪昇進1だと、ムースのところまでしか届かないので、クーリエを置いて足止めします。赤い刀は、クオーラでブロックするように注意です。あとは宴を置いて、気合で倒します。気合？根性で倒します。根性？まあ、一体は抜けても大丈夫なんですけど、計画的に抜けさせるのは難易度高いです。クラッシャー倒せた。あとはクオーラのスキルを使って、最後の一体も倒します。何回かやってみて、終盤は形が変わりやすいですが、それでもクリアはできたので大丈夫と思います。ご視聴ありがとうございました。